ミュージックライフチャンネル、イエーイ。この YouTube では新興ミュージックより発売される書籍やイベントの情報を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。それではまず今回の特集はビートルズは終わらない5月編をお送りします。まずはですね、ビートルズの最新刊をご紹介したいと思います。ザ・ビートルズスタイルブックです。こちらはビートルズのメンバーの少年時代からデビュー解散までステージ衣装やプライベートのファッションを解説する読み物です。60年代ファッションってさ、今の俺たちからすると逆に個性的な感じですよね。個性的ね、うん、確かになんか一周回ってんのかな、2周回ってんのか分かんない。2周とか3周回ってるかもしれないね。スーツとかさ、あースーツね、うん、ズボンっていうのなんかすごいぶっといやつ、ね、全部か、スーツとズボンって言ったらもう全部なんですけど全部なんだけど、はい、まあ上から、ね、特にその辺がパッと見た時に気になるなって思いましたね。そうだよね、うん、まあ、ということでですね、今日はビートルズは終わらない、毎月のように新刊が発売されていますが、ビートルズで5月といえばコンシェルジュに相談したところ、5月といえばですねレッドイットビーでしょうということで、今日はビートルズのラストリリースのアルバムレッドイットビーについてお届けしたいと思います。で、いつもはですね適当なコンシェルジュなんですけどもまあ今日はですね、まあ、本物のビートルズ研究家の藤本邦彦さんにおいでいただきました。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。はい、藤本さんにはですねミュージックライフチャンネルでは、新春ビートルズ提案でもう大変お世話になりましたというこちらです。僕らはビートルズについて序の口のもう本当に入門手前ぐらいの知識しかないんですけども、今日はいろいろと教えてくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。わかりました。よろしくお願いします。まずはアルバム Let It Be はビートルズの最後のアルバムって言われてるんですけども、はい、これって本当に最後のアルバムなんですかね。ビートルズはオリジナルアルバム全部13枚あって、はい、出たのが最後っていうのがレッドイットビー、うんうん、だけどレコーディングが実質アルバムとして最後はアビーロードっていうアルバムで、うんうん、そこは割とごっちゃになってて、はい、どっちを取るかなんですけど、うん、まあ、出たのが最後は、まあ、確かにレッドイットビーなんですけど、うん、ちょっとそこは複雑で、はい、実際はそのレッドイットビーのアルバムの元になるセッションっていうのは1969年1月にレッドバックセッションとかあったんですね、うんうん、でそこで捉えてアルバムができるはず、しかもタイトルはゲットバックっていうタイトルのアルバムができるはずだったのが、メンバーがその仕上がりに満足せずに、うん、そのままそれがお蔵になっている間に、うん、じゃあ別のアルバム作ろうと、うん、このセッションでも演奏した別の曲があるので、はい、それを新たにちゃんとスタジオで撮り直そうということでレコーディングしたのがアビーロード。あ、そうなんですね。でアビーロード出た後に、うん、そういえばあのアルバムどうなってたっけっていう話で、それで完成させたのがネットイットビー。なるほどね。でもやっぱりこだわっちゃいますよね。そうですね。ただまあその時期はもうビートルズはなんていうかメンバー自体4人がそんなにもうなんていうか仲良くないっていうか、あ、それぞれ個人の活動を優先して、それのメンバーさんに対して、うん、その中にはとにかくビートルズが一番、うん、それでアイスはやっぱり自分の曲いっぱいアルバム入れてほしいなって、それはあるのを作ろうと、うん、でリンゴスターはまあ俳優業があったので、うん、まあ、みんなに従うぐらいの感じでまあそういう中でやっていたので、なんとか最後レッドイットビーがこういう形でアルバムに出したのがそうですね。このアルバムのレッドイットビーの聞きどころ、はい、今日お聞きしたいんですけど、はい、レッドイットビーはそういうわけで、はい、69年1月のスタジオ、もともとそのライブをもう一回やろうみたいなところから始まって、うん、でテレビドキュメンタリーも作ろうと、うん、スタジオのセッションの模様も収めてっていうことで進めていったので、ビートルズって割とその前のサイケデリックな時代が60年代半ば、66年、7年、サージェント・ペッパーズ・ロニー・アス・クラブ・バンドっていうアルバムがその頂点ですけど、その時期のようなそのカラフルでいろいろ音を加えたりするようなものから、今度逆にもっとゲットバックっていうのはまさにライブ感のある4人でもう一回元に戻ってやり直そうっていうテーマで始めたセッションだったので、それで映画の SLTV にもその後なってくるんですけど、アルバム自体は
生音っていうか、うん、4人がもうスタジオで、うん、プラスキーボードでビリー・プレストンっていう黒人のキーボードプレイヤーを加えて、うん、5人で本当にあの一発撮りとも言えないものもあるんですけど、うん、でも基本的にはもう本当にもう生撮りで一発でやったっていう、その生の感覚っていうんですかね、うん、それに、一番のアルバムの聴きどころがまずそこだし、曲に関してもあの先ほどお伝えしたビリー・ロードよりもむしろレッド・イット・ビーの方があのタイトル曲のレッド・イット・ビー、うん、レッド・イット・ビーは知ってますか、はい、あとザ・ロング・アンド・ワインディング・ロードっていうやはりポール・マッカートニーが書いたピアノの曲とか、映画の中に入ってくるので新たにあの引っ張り出されたアクロス・ザ・ユニバース、ジョン・レノンの、まあ、名曲、第4曲、その3曲がまあ入ってるっていうのが一番のアルバムの聴きどころだと思います。ありがとうございます。なんか、あれですね、やっぱ僕らみたいになんかあんまりそんな全然ツー、うんうん、ノットツーみたいな感じの、まあ、若者というか、でもこれを知っていたらなんかおって思わせられるような、なんかそういうなんかネタみたいなのとかあれば、っていう意味に関して言うと、例えばあのマギメっていうあのビートルズでリバプール出身なんですけど、イギリスの港町の、そこであのずっと歌い継がれていたマギメっていう曲があって、ジョニー・デップが出てるシリーズのパイレーツ・オブ・カリビアン、最後の大作、はい、あれであのポール・マッカートニーがちょっとあの、早くっていうか出てくるんですよ、海賊の、そこでポール・マッカートニーが口ずさむ曲がその巻き目なんです、ああ、そうなんだ、とか、あとはあの、レッド・イット・ビーっていうそのビートズ、ポール・マッカートニー第4曲、レッド・イット・ビーのポール・マッカートニーの夢の中でお母さんが出てきて、うん、レッド・イット・ビーならばままに、ならばままにみたいなことを言ったっていう、うん、あのでも実際はそれ、もともとポールの夢に出てきたのは母親じゃなくて、ロードマネージャーの大男のそういうあのことがあって、まあ、それがこういう逆に歌として、ね、はい、あの紹介して、はい、ちょっとポールで言っても違うんじゃないのってあるんですけど、うん、はい、まあ、それもそうらしい、なるほど、まあ、そのエピソードありがとうございます、はい、そういえばさっきからちょっと気になってるんですけど、あのこの後ろにですね、このタペストリーがかかってますけども、ええ、見えますかね、はい、はい、このゲットバックという2021年のプロジェクトに関してちょっとお聞きしたいんですけども、はい、これはですね、あのビートルズ、あの先ほどお伝えしたその映画のレッド・イット・ビー、結局もともとライブを、ドキュメンタリーとしてまとめようと思って、テレビシリーズとかテレビショーでライブを実際やろうみたいな話が結局巡り巡って、ビートルズの最後に自分たちが持っているアップルって自分たちが作った会社の屋上、うん、アップルビルの屋上でいきなり昼に人前で、あの限られた人の前ですけど、屋上でいきなりライブやったんですね、でもちろん交通渋滞になるし、近くにある警察署には屋上もいっぱい来るし、それでお前さんが屋上に上がって最後演奏を止めるみたいなそれがその映画のすごくハイライトなんですよ、ね、それがそのゲットバックセッション69年1月の30日で、そのライブをビートルズが、まあ、ある種復活ライブですよね、彼女を行うということで、それがその映画レッド・イット・ビーのハイライトシーンになったんですけど、で公開されたのはその映画のレッド・イット・ビーとこのアルバムの最後レッド・イット・ビーが同じで1970年5月、51年前ですよね、だけど今度ですね、その映画のレッド・イット・ビーっていうのは、そのワルシュ・ビートルがもう割とこう4人が自由にその活動をやりたいみたいな時期で、もう一回やってみようと思ったけどなかなかうまくいかないっていう、そのある意味苦悩のセッションっていうか、それを非常にこうあの暗いイメージで描いた映画だったんですけど、今度あのタイトルがゲットバックっていうタイトルで2021年に公開される予定の映画は、むしろそのビートルズがいかに生産的で、あの明るくあの笑い合いながらスタジオでセッションを臨んでたなっていう、そっちがフィーチャーされた映画で、まあ、今年完成するだろうということ で、で映画自体はもちろんそのセッションも、あの当然そのメンバーがあの歪み合うというよりも制作上の問題なので、この方がいいんじゃないかということをやり合う場面もあれば、すごく和気あいあいとノリノリでやる場面もあるので、それはもう編集によってどっちとも出るじゃないですか。で、その今度出る映画のゲットバックっていうのは、そっちに寄せたものになると。しかもその、今ここ、新興ミュージックに行ってますけど、新興ミュージックからその映画のゲットバックとタイアップになるその書籍、ゲットバックの本も、
のちょっと発売伸びちゃいますけど10月の15日に発売されるということで、うん、まあ、その映画と、まあ、その本と、うん、その合わせて、うん、あの今年のビートルズファン私なんかも含めて一番最大の期待と注目と、うん、そうですね、そうですね、まあ、破天荒だったビートルズがこう時を経てこうまとまってきた感じの、そうですね、はい、なので、まあ、解散マニアのドキュメンタリーとしても見られますけど、うん、実はスタジオであのバンドってそうだと思うんですけど、うん、いくら嫌み合ってても、うん、スタジオで音を出せば、うん、割とこう結びつきが深まるみたいな、うん、そういうことあるんですか。そうですね、僕らもね肩組み、うん、だからね肩組みながら演奏するのあるギター持っててありがとうございます。これで藤本さん、僕らも、はい、この何もビートルズ世代じゃない僕らでも入門ってできましたでしょうかね。あの、まあ、レッド・エッド・ビーをまず聞いて、うん、気に入るかどうかってなんですけど、ただ、ビートルズはその最初のスキッテリー、ブレザーのアルバム13枚あるので、うん、あのもし取っかかりで聞くんであれば、うん、今、1っていう、うん、あのまあ、1位になった曲を、うん、インスタとかで、うん、まとめたあのコンパクトなのがあるので、はいはい、まあ、あれから入るのもいいと思いますし、もう少し本腰入れて、うん、あの聞こうともし思われる方がいたら、うん、あのデビューアルバムの Please Please Me、 まさにこのレッド・エッド・ビーと同じコンセプト、うん、で Please Please Me はやっぱりほとんど一発撮りで、すごい、ビートルズのある種パンキッシュな、うん、あのロックロールが味わえるので、うん、その Please Please Me から順番に聴いていくのもいいのかなと思います、うん、ありがとうございます。では最後に藤本さんからお知らせがあると、はい、お願いします。相談の今話してることなんですけど、ビートルズのまさに213曲あるんですけど、オリジナルが、で、あの過去に2冊こういう213曲を、あの、うん、出してるんですけど、これは今度はあのさらに2度目の改訂でちょっと色こうですよね、緑の表紙になって、あの 1曲を1ページに、うん、あの紹介していくっていう本があるので、うん、あのアルバムを、うん、1枚ずつ聴いていただければ、はい、本をあれを読みながら聴いていただくことをしていただければ、はい、5月の17日発売です、うん、はい、よろしくお願いします。もうこれさえあればバッチシですね。ぜひ、はい、藤本さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週。